ねえねえ、せいさん。何ですか、まつりさん。ね、私たちってさ、陰キャなのかな、それとも陽キャなのかな。陽キャですよ。え、待って、いや、陰キャじゃないですよ。僕たちはもうほんと太陽のようにキラキラ輝くこの瞬間、僕たちやっぱ多いじゃないですか。いや、そんな発光する瞬間ある？だってさ、言うてさ、私たち光っても、あの、ペカッとね、豆電球くらいじゃない？いや、もう、そりゃもう、ね、いろいろこう、ような感じで、あの、ほら、なんか、その、いろいろ、ね、ような、ね。いやいや、じゃあさ、あの、陽キャあるあるを出してって、それが割と当てはまったら私たち陽キャなんじゃない？ああ、いいですね。うん、意外とこう、整理したら共通点多いかもしれないですし。うん、じゃあ手当たり次第あるあるを探してこう。おう、じゃあ僕からいきますね。はい、はい、陽キャあるある。はい、ウェイって言う。確かにウェイって言ってる、なんか言ってるイメージあるじゃないですか。鳴き声だよね、陽キャの鳴き声ですよ、ウェイは。え、じゃあ私もある。はい、渋谷で MacBook を小脇に抱えて歩いてる。あー、わかる、わかりますよ。わかるでしょ。わかります、いるよね、あのエリアにいるよね。そう、あのエリアにいますね。しかもちょっとあの、なんかサラの MacBook で、そう、もうちょっと、そうなんか袋に入れたらいいのにみたいな。そうなの、そう、そのまんまの MacBook で、しかもちょっとステッカー貼ってあったりするね。はいはいはい、わかります、わかります。ロゴのステッカーが。そう、わかります、わかります。はい、毎日会食をする。あるある。なんかそういう人たちのさ、SNS とか見るとさ、会食行ってきたみたいなのさ、多いよね。会社の経費でそんなもの食べてしまうんですかみたいな。みたいな。そう。あ、じゃあもう一個ある。はい。ヴィトンのリュックとか背負ってる。そうですね。なんかわかります、わかります。モザイクの。黒のモザイク柄のやつ。あれなんか背負ってる人多いなって気がしますね。なんかこう、リュックっていうちょっとカジュアルなもんなんだけど、ブランドもんだぜみたいな。そう。あと、まあ、ヴィトンもいるし、バレンシアガもいる。あー、なるほど。そう。意外と、英語が話せる。あー、確かに。なんか、留学したことありますとかね、いるよね。ね、そうそう。海外にちょっと行ってました、みたいなのが、イメージがありますね。いいね。それはいるいる。うん。あとね、飲み会とかで、タイタニックゲームとかしてるイメージある。タイタニックゲーム？うん。あの、両手広げてやるゲームじゃなくて。え、違うんですか？ビールあるじゃん。ビールを、はい、ビール。あの、ちょっとだけ飲んで減らしたやつに、おチョコみたいなやつを浮かばせて、そこにこう、テキーラをね、みんなで順番にちょっとずつ入れてって、はいはい。その、おチョコを沈めちゃった人は、一気飲みみたいな、やつ。え、ちょっと待って。それ、なんかっていう、なんか死のゲームがある。デスゲームが。さっきからなんかちょっとまつりさん、具体的すぎません？え、そうかな。そんなことないと思うよ。なんか見かけるなと思って。うん。そっか。あ、じゃあ、僕、めちゃくちゃ目を見て話してくる。あー、確かに。なんかさ、視線合わせてくるよね。うん、まあそんな人多いイメージがありますね。イメージが、イメージです、イメージがある。イメージ、イメージ。いいですね。あ、じゃあ私もちょっと似てます。じゃあ中国語を、チャイ語っていう。え、なんか中国語のことを、チャイナ語？チャイナ？あ、はいはい。へぇ、うん。そう、チャイ語っていうみたいな。仲間が多い。あー、確かに。なんか仲間意識高いというかさ。なんかこう、あの、わざわざ言わなくても、俺たち仲間だよなみたいなのを言ってるイメージがありますね。わかる。なんかそれと同時になんか傷の名前みたいな。さっきからね、本当に具体的すぎて、大丈夫ですか？あ、そうかな。でも聞いたことあるなとか。ちょっとそう、聞いたことが、そういう話を聞いたことがあるなっていう。それあれです。それさんさんさんとですよね。あ、違います。ですよね。大丈夫です。まさか、全然違います。全然あの、シーシャ吸ってる。シーシャ？水タバコ。あ、水タバコ。あれシーシャって言うんですか？シーシャって言うらしい。なんかあのでっかい実験に使うグラスみたいなやつが。そう、なんかやばそうなやつ。そう。なんか口から輪っかで煙を吐いてるやつ。はいはい。ファーって出るやつですね。あれ吸ってるイメージが。
ありますね。あー、へー、そうそう、それ、あれ、それ、あれですか？ですか？あ、違う、違います。それは、あの、全然、あの、だからそういうね。せいさん、他は？あ、他ですか？え、ちょっと待ってください、うん、シーシャ吸ってるみたい。キャンプとかすぐ行く。あー、キャンプね、確かに行ったことあるって話をね、あの、キラキラしてる人たちは言ってますよね。え、僕ですか？違うよ。あのちょっとこうキラキラしてる人たちの噂ね、なんか SNS とか見てて、はいはい、キャンプ行ってきたみたいな写真をね、ちょっと見かけるなと思って、ね、はいはい、そうそうそう、あとなんかあれですよね、うん、バーベキューとか好きそうですよね、うんうん、確かに、そうそう、バーベキューとかね、聞いたことある。あと九十九里浜とかね、九十九里浜とか行ってるイメージありますね。あと湘南とかね、いろいろね、聞いたことがありますね。あーね、うんうん、そうですね、はい、うん、じゃあ私それとね、うん、似たようなのがちょっとあります。はいはい。なんか、Facebook とインスタの写真一覧が、なんかこう、全体的に青い。うん、あー、なんかわかりますよ。わかりますわかります。なんかこう、わかる？なんか海とかさ、空とか、そう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 。あとなんか、ウユニ塩湖みたいなとこで写真撮ってんのとか。あー、わかりますわかります。あとなんか、インフィニティプールみたいなところで写真撮ってる。インフィニティプールって何ですか？インフィニティプールって、なんかこう、水面ギリギリまでこう、プールの水が入ってて、うん、海と繋がって見えるみたいな。景色が、だからこう、プールが果てしなく海にもつながってるように見えるプールのことをインフィニティプールっていうらしいんですけど、へー、詳しすぎません？プールで酒を飲んでるイメージがありますね。へー、うん、せいさん他ないの？他あ、初対面からえらく強気で話してくる、うん、あー、確かにある。それはあるわ。なんか距離感すごいよね。が近い。ちょっとね、そう。うんうんうん。近いんだよね。切れてないのかなっていうのはありますね。うんうん、握手も、うん、多分そんなオーバーではないんですけど、心なしかこの、うんうんうん、なんか上からこう手を。そう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 。上からね、そう、上から手を出してくる感じね。あとこう、うんうん、打ち合わせするときに開く MacBook の後ろにロゴ。ロゴステッカーが、これ自分がやったプロジェクトのなんかロゴなんすよみたいな。なんすよ。あ、そうですね。そう。あとね、はい。ツイッターとかインスタグラムでなんかダンス踊りがちだなって思います。私。陽キャの人たちってさ、こうステップ踏むの上手くない？なんかやけに。僕たちの思うダンスと違うんですよね。うん、そう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 。右に左にこう動くだけみたいな。わかる。なんかさ、こう手でなんか千手観音みたいなダンスずっとしてるよね。なんかこう。そう。え、せいさん他ないの？他。え、うん、ちょっと、ちょっと、あの具体的、地球に住んでる。え、地球に住んでるって、それ陰キャも住んでるからね、地球に。おお、そうですね。ダメでしょう。ちょっと、これ以上出てこない。確かに、私も、まあ、こんぐらいかな。うん、代表的なのはこのぐらいかな。もっと出てきそうですけどね。いやいやいや、そんなことないよ。そんなことない、そんなことない。いくつ当てはまるかな、私たち。シーさん、ウェイって言う？ウェイは言わないですね。うん、私も言わないかな。リトンの力とか背負ってます？いや、ないないない、そんなの持ってるわけないじゃん。ああ、そうですね。うん、え、英語話せる？いや、全、あの、日本語しか喋れないんです。うん、まあ、私も、なんかタイタニックゲームとかないない、やったことないから、そんなの怖くてできないでしょ、そんなの。よくないよ、ね、お酒はほらちゃんとね、たしなんで、あの、正しい知識を飲まないと。ですよね。うん、うん、ですよね、わかりますわかります。うん、ダメじゃん。